トロント市電のピーター・ウィットカー・ベラクルスのピーター・ウィットカー・ピーター・ウィットカーはアメリカ合衆国で開発された路面電車車両の形態。車体の前方と中央の2カ所に乗降扉が設置されたのが特徴で乗客の流動性や運賃徴収の正確化、迅速化が図られている。車内配置の比較上段、ペイ中段、ニアサイド下段、ピーター・ウィットカー20世紀初頭。 利用客が増加の一途をたどっていたアメリカの路面電車における課題に運賃徴収の正確化、迅速化と乗客の流動性の向上があった。馬車鉄道から発展した路面電車では乗客は前後2箇所にある乗降扉から自由に乗車、降車を行い車掌は乗車した乗客から各自運賃を徴収する方法が取られていたが車内が混雑するラッシュ時では 車内の往来が難しく、より迅速かつ正確な運賃の徴収方法が求められるようになっていた。そこで、後方の乗降扉付近に車掌台を設置し、乗客は運賃を支払った上で後方扉から乗車し、前方の扉から降りる、ペイと呼ばれる方法が1905年に開発された、ほか、同年代には乗降扉を前方にのみ設置した。 ニアサイドと呼ばれる携帯の車両も製造された。これらの携帯は、運賃の正確な徴収には貢献したものの、乗客の流動性において難があり、双方に適した車両の開発が求められるようになった。そこで、当時クリーブランドに存在したクリーブランド鉄道の運営委員の一人であった、ピーター・ウィットが1914年に開発したのが、彼の名を取って、 ピーター・ウィットカーと呼ばれることとなった一連の電車である。ピーター・ウィットカーは、片運転台の大型車体を有し、車体の前方と中央の2箇所に乗降扉が存在し、車掌台は中央扉付近に存在する。乗客は前方の扉から乗車し中央の扉から下車する、前乗り、5振りを前提としており、 乗車した乗客は先に運賃を支払い後方の座席に座るか前方の座席に座り降車時に運賃を支払う形となっている。これにより乗客から正確な料金の徴収が可能となっているほか乗客の流動性が向上することで電停の停車時間の削減も図られ、 結果的に路面電車の増便や高速化などの利便性向上に貢献できる。最初のピーター・ウィットカーは1915年にクリーブランド鉄道に導入された50両で導入当初はカーライダーズカーと呼ばれていた。以降はアメリカやカナダ各地の鉄道車両メーカーによって同系の車両が両国に導入された。1930年代以降 自動車の発達による乗客の減少や賃金の高騰などの要因により各地の路面電車事業者は合理化を余儀なくされた。その中でピーター・ウィットカーに関しても中央に配置されていた車掌の業務を廃止し運転士が運賃の管理も行うアンマン運転への転換が行われ乗客は前方の扉で運賃の支払いを行う形に改められた。中には ダラスのように中央扉を埋め車体前後に扉を設置した都市も存在した。また、同年代以降は後継車両にあたる高性能路面電車である PCC カーの導入が各都市で始まり、多くのピーター・ウィットカーが置き換えられたが、一方でモータリゼーションの急速な進展により、路面電車自体の廃止も進み、クリーブランド鉄道のように先に、 PCC カーをすべて他社へ譲渡した上で、全廃時までピーター・ウィットカーを運用する事例も存在した。現役引退後も、アメリカやカナダ各地の博物館で多数の車両が保存されており、胴体保存が行われている事例も多い。アメリカ合衆国を呼び、カナダにおけるピーター・ウィットカーの使用導入先は以下の通りである。輸送力や流動性に優れた構造を有する。 ピーター・ウィットカーは、アメリカ合衆国やカナダ以外の路面電車にも大きな影響を与え、メキシコシティやマドリード、ブリュッセル、メルボルンなど世界各国に同様の構造を持つ車両が導入された。その中で特に大量を導入が行われたのは以下の都市である。イタリア、ミラノ1500系1920年代、イタリアの大都市。 ミラノ市内を走るミラノ市電では輸送力の増加に、大使従来の二軸車を主体とした運用では、対応が難しい状況に陥っていた。そこで、老朽化が進んでいたこれらの車両の置き換えも兼ねて1927年に、ピーター・ウィットカーを元にした大型ボギー車である1500系の試作車が製造され、その成果を受けて1928年から1930年に、 かけて500両もの大量生産が実施された。製造当初はアメリカのピーター・ウィットカーと同様に上高扉は前方、中央の2箇所のみに存在したが、1931年以降、後方にも扉が追加された。2015年時点でも160両近くの車両がミラノ市電に在籍しているほか、サンフランシスコの F ラインをはじめアメリカ、合衆国各地の路面電車で、 胴体保存が行われている車両も多数存在する。ソビエト連邦、レニングラード LM-33LP-33 ソビエト連邦の大都市である、レニングラード市内の路面電車、レニングラード市電でも、1920年代以降の利用客の増加により従来の二軸車を主体とした、運用では輸送力の不足が大きな課題となった。それを解決するため、 1930年代初頭に、レニングラードの技術者たちはアメリカをはじめとした海外の路面電車の視察を実施し、その中で、ピーター・ウィットカーを元にした大型ボギー車を開発することが決定した。試作者は、ピーター・ウィットカーと同様に扉が前方、中央の2カ所のみに存在したが、流動性を向上させるため量産車は後方にも扉を追加した3。 扉車に改められた。1933年から製造が行われ、当初はアメリカを由来とした、形式名が付けられたが、冷戦の影響で戦後に、LM-33 及び LP-33 への改名が実施された。1979年まで営業運転に用いられ、2020年現在も、LM-33。 およ LP-33 が一両ずつ、胴体保存されている。ありがとうございます。